くそ、夜が明けちまったか。この騒ぎでザンブレク兵どもが集まってきてる。面倒なことになりそうだ。ひとまずこの場を離れるぞ。いいな。わかった。しかしドミナントから力を吸収するなんて見たことも聞いたこともない。俺にもわかる。これは奴ら召喚獣ガルーダの力を使うことができる。奪った力を自分のものとして使えるってのは一体どうなってんだ。これでしまいだ。ここは封鎖中だ。従わんと殺すぞ。そこか。待て、俺だよ。なんだガブ、驚かせるんじゃない。驚いたのはこっちだぜ。まったく派手にやりやがって。こっち。それじゃあベアラーたちを逃がしたのはシドじゃないってのか。ああ、俺もクライブもそれどころじゃなかったからな。みんながうまく逃げたならそれでよしとしよう。よく誘導してくれた。いや、自分の仕事をしただけさ。それで火のドミナントは？きっと奴もまだ生きてる。なあ、俺が探すよ。どうして？弟の仇ってのを聞いちまったからな。あんたの気持ちはわかるよ。俺の家族もザンブレク兵にやられた。ガブ。じゃあな、兄弟。調子のいいやつだぜ。
私の力が。姉さん、しっかりしろ。大丈夫だ。シド、お前も感じたか。ガルーダ、あれは このエーテルの流れ、タガが外れたか。どんどんでかくなってる。あたり一帯が巻き込まれるぞ。このままじゃ。俺は行く。なんだと。声が聞こえた。誰かが呼んでる。こんちくしょう。これ一体何のツケだ。どうなっても知らねえぞ。流行るなよ。ただの竜巻じゃない。あの中には召喚獣ガルーダがいる。おそらくあの竜巻は召喚獣の暴走。己を失ってしまったドミナントの末路なんだ。だとしても逃げるつもりはない。俺を呼んでいる。あれはガルーダ。これも暴走の影響だったのか。クライブ、まさか。奴だ。奴が火のドミナントだ。あいつが火のドミナント。13年前のあの日、俺は奴を見た。あの姿を忘れるものか。止め。シド。問題ない。トルガルもこっちだ。目の前に仇がいるんだろう。こっちのことはいい。行け。シド。すまない。ここで逃がすわけには。
今のがガルーダか。
化け物め。くそ、こんなところで。
俺が助手を。ようやくお目覚めか。まったく驚かされた。ガルーダの力を吸収した上にお前が火のドミナントとはな。ほんと見てて飽きねえよ。してくれ。うん？殺してくれ。俺がやったんだ。俺が殺したんだ。俺がジョシュアを殺したんだ。なのに俺はノーノーと生きて。頼む、俺を殺してくれ。殺せ、早く。死にたければ。昼間に来いと言ってたな。あんた、もう出歩いていいのかい？ウォールードとザングレクの戦だが、そうと思う。地形が変わるほどの激戦になったらしい。